どこか他にワインが手に入るところはないか。残念だがないな。その極上のワインは私が売買の独占権を持っているんだ。この地域でそれを扱っている者はいない。俺も大会に出られるか。もちろんだ。ラッタイの湯場に行ってみろ。でも俺が大会で勝てなかったら。その時は優勝者に極上のワインをいくらか手放してくれと頼むしかないな。あー、なるほどね。なんとかそれを手に入れる方法を考えないと。これ以上何もしてあげられなくてすまない。あ、お前280円持ってんのか。あ、俺の資産いつの間にか 1K になってる。マジ素晴らしい。さすが錬金錬金なり金来た。これ気がついたら。その金額なら納得だ。あざっす。あとは？あ、八百屋。薬買え。俺のマリー買ってくれ。神のご加護を騎士様。私に何かご用ですか？発音おかしかったよ君。いいね君ら。いや40円しか持ってねえ。マジ？ああ、その金額なら納得だ。パニア。うわぁ、20円しか持ってない。1個しか売れねえじゃねえかよ。はい。これで十分だろう。魅力的ね。もう少し負けてくれるなら満足だわ。え、怒ってる。いい取引ができると思ってたよ。あなたのような騎士様が私に用があるなんて光栄です。おう、良きに計らえ。150円持ってる。ナイス。いや、この額で構わない。あとなんか売れそうな人いないの？靴や、靴欲しいっす。靴売って。靴屋ってあるのか。マジか、靴屋があると思わなかったな。わあ、靴屋、ええ。ご挨拶を、騎士様。何かお手伝いしましょうか。お前も剣持ってんな。まず買って。まず。ああ、靴屋を買ってくれないか。ええー。お、ブーツ。ライディングダークブーツ。ライディングブーツ。貴族のブーツ。たっけぇ。貴族の靴。黒い貴族の靴。これコスパいいけどな。あ、これにしよっか。で、これ売るか。金額について少し話そうか。はい、合意だな。あとほんの少し。いい取引ができると思ってたよ。ブーツ装備。あれ、ちょっと待って。わあ、これ壊れてんな。あれ、これは誰が直してくれんの。
ん？これなんだ。わあ。優勝できねえっすわ。あれ、あいつ来てんな。調子はどうだヘンリー。まあまあだ。買って。神のご加護。150円。オッケー、これで重量問題解決するんじゃないか一旦。この額で構わない。じゃあちょっとさ、もうちょっと容量的にやばいんで、どうしようかな。ちょっとお薬売りの行商の旅に出たいんですで、そうだな、こっちってもう何もないのかな。こっちとかも行ってないしね。ああ、こういうのもあるか。笹雲に行くっていうのもあるか。ああ、じゃあこっちの方に、ちょっと、東に、東じゃねえ、西か。道がないか。でもちょっとこっちの方になんか新たな街がないかなって感じで。はい。売り場を求めてちょっと行きたいと思います。はい。なので、あとほら、なんだっけ、他の薬草とかも、ね、ベラドンナとかさ、そういうの生えてないかなってことで。はい。ちょっと一回ここに移動して、じゃあ終わりますか。はい。ってことで、お疲れ様でした。あ、どうも。2020年1月5日でございます。本年初収録、明けましておめでとうございます。はい。ということで、お薬をね、ちょっと、売りに行こうじゃないかということで、ちょっと販路拡大したいと思っております。はい。ちょっとね、ちょっと待ってね。地図。とりあえずね、こっちのこの雲で隠れた、このエリア、をちょっと開拓していきたいんですけど、そうですね、一旦ちょっと南に下って、でこの端をこう西に行くような感じにできたらいいな。はい、とりあえずここの橋渡る感じにしますかね、一回ね。あ、またここ無理に降りるとね、怪我するからね。うまっ。まあ、ゆっくりとね、行きたいと思うんですけど。またベラドンナがね、欲しいんだけど。本によるとね、ちょっと赤い花をつける感じだったんですけど、イラスト的には。僕ちょっと別のゲームやってる時に、別のゲームでベラドンナを発見しまして、それね、紫だったんだよね、花が。え、どっち？っていう風に今ちょっとなってんですけど、まぁ、ちょっと赤と紫があったらちょっとね、見たことない赤と紫見つけたら、ちょっと採取していきたいと思うんですけど、わあ、この辺は何、貧しい人たちがいるの。こんにちは。誰もいないな。
今ちょっと重量的に結構ねいっぱいいっぱいだったと思うので、あんまりたくさん収集はできないんですけど。お、橋があるね。ああ、こっちまで来ちゃったか。まあちょっとこの橋渡ってなるべく南に下ってみたいですね。わあ、かなりこれは、ああ、こっちはいけない感じですかね。もう多分。でこっち行くしかないか。ここいらでちょっと東に抜けたいんだけどな。無理っぽいかな。ちょっと行ってみっか。これは大人の事情で行けない。あ、行ける。この傾斜は無理かな。お、意外といくな。おー、あー、ここで無理。ちょっとこのゲームさ、もう落下によるダメージが結構厳しいので、あんまり無理してゴリ押しで登ろうとすると痛い目に遭うから。おお、あれ、こんなとこに家。こんにちは。俺お腹空いてる？あ、結構減ってるね。いただきまーす。あ、闘技場はもういいって。あーっと、これはマリーゴールド。ちょっとでも今ね、あ、ドキ、こんにちは。神のご加護、何かご用ですか？なんか頭についてますよ、ノリみたいなもんが。あ、特に聞きたいことないっす。お邪魔しました。マリーゴールドがいっぱいあるな。こけしでしょ。犬目が怖いな。この紫は何よ。セージか。こんにちは。神のご加護。もうラッタについてしかないのか。うっせえな。いちいち。これやっぱ抜けれないのかな。あ、こっから行けそうじゃないですか。お、もう道があるぞ、ちゃんと行けるな。ちょっともっとね、マリーゴールドだけじゃなくていろいろ錬金のね幅を広げたいのは山々なんですが、ちょっとね、あんまり一気に広げないようにしたいなと。一つ一つ、お、おー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 、あれ、これ何ここ。
おい、そこにいるのは誰だ。こんにちは。え、処刑に犬使い。え、犬の訓練を手伝ってくれないか。あ、いいぞ。え、基礎の練習をしたい。わかった。で、費用なんだが。60円でいいの？高すぎないか。55円でどうだ。合意だな。もう少しなんだかな。もう少し。はい、いいだろう。ではよく聞け。犬使いレベルアップした。え、これで俺犬を仲間にできるの？何、処刑人って。犬の訓練を手伝って。いいぞ。より高度な技術。最初に基礎を学ばなく。ああ、まあ、犬を仲間にしたい。犬。え、ここ何？イラクサがいっぱい。ここは何なの？人ん家？これ何これ？アザミか。もうなんだあれ。え、なにこれ。ああなるほど。それ、処刑人の仕事場か。こんなとこでやってたの？この町からだいぶ離れたとこでやってたんだね。あれ。わあ。わあ、え、これを貼り付けて、あれですかね。内臓ビロロ。おお、登ってきた処刑されちゃうよ、こんなとこ登っちゃったら。へえ。あ、ちょっと南の端まで行ってみましょう。探索。羊？カウベルが鳴ってる。牛じゃないな。カウベルって牛か。これがもう端かな。あれ？全然南に行ってない俺。わあ。のどかだ。ちょっとだいぶ日が傾いてきた。今何時？え8時なのに日高えな、おい。途切りそう。ベラドンナはどこにあるんじゃ。これ消しだろ。わあ。わあ、すごい。もう、消しとか無限にあるよな。うん。ずいぶん遠くまで来てしまった。戻った方がいいな。ラジク教が捜索隊を派遣する前に。これがやっぱ難関か。前も一回川を、どこまで行けるかみたいなことやったときにこんなん出たんだよな。こっからずっとちょっと西に向かって行ってみたいと思います。すごいゆっくりなるね。
いやこのなんか太陽の感じがすごくいいですよね。素晴らしい。アザミだよな。川が見えてきたね。どんどん下ってるね。さあここは突っ切れるのかな。これは最初できない。ちょっと急斜面だな、怖いな。これ大丈夫、これ降りれる、これ。怖いな、怖っ。いやあと下りほんと怖いね。オッケー、日が落ちちまうな。川に出た。おお。ん、これはアザミか。川渡れる、これ。おっと、見かけほど浅くないじゃないか。ダメか。橋は？こっち行ったら途中で引き返した方がいいってなっちゃう？